表。2022年8月22日。これから何かが動き始める。山の神がお怒りであるぞ。山動くぞ。セオリツ姫の3年前の啓示は、日本に危機が訪れるとき、山が動くというものでした。そしてこの夏、山の神がお怒りである。今までなかった緊迫した啓示がありました。山が動く、山の神がお怒りである。山というとすぐ頭に浮かんでくるのが富士山。富士山は以前から周辺の森での不法投棄をはじめとするゴミ問題、キャンパーのマナー違反、有料トイレにお金を払いたくない理由の運用問題など、マナー低下が問題でした。今年はさらに登山客の認識の甘さが目立ちました。3776メートルの山をサンダル履きやスニーカー、 T シャツに短パン、少し登れたとしても疲労で動けず、救助要請が後を絶ちません。富士山は古来から信仰の場であり、霊峰と言われていることを忘れてはいけません。日月神事にも富士山への記述が多くあります。富士とは神の山ぞ、神の山は皆富士と言うぞ。見晴らし台とは身を晴らすことぞ。身を晴らすとは身の中を神にて晴ることぞ。神民の身の中にいっぱいの神の力を晴らすことぞ。大葉の富士を探してみよ。神の米ができているから、それを大切にせよ。富士を開くとは心に神を満たすことぞ。富士は晴れたり日本晴れ。滝川神社もかつては富士山信仰をする主権者の修行の場でした。弘法大師も立ち寄った霊験ある場所であり、主権者はここから富士山を目指しました。富士山を御神体とする祭事が古代から行われていたように、富士山は霊山なのです。富士山がゴミや人間の排泄物で汚されると、日本の国運も未来も汚される、国民の運命も変わると神々は啓示します。そして日月神事にたびたび登場する
八のつく日に気をつけよ。富士は晴れたり、日本晴れ。八と22が合致するのが今日です。山が動くというと、富士山が噴火でもするのか、そうイメージする方は多いと思います。実際に地震も頻発していたり、8月19日に起こった福島沖震度4の地震は、起きた時刻が2時46分。2011年の東日本大地震が起きたのと同時刻でした。その後に富士山周辺で大きな地震が起きています。富士山噴火は必ず兆候があります。その時は入山規制があるので、直近での噴火の可能性は低いと見ています。山という言葉は、富士山を言っているのではなく、山はすべて神であり、山が動くということは、火月神事が示す神による立て直しが起こる、汚れを払うための浄化です。今年は特に世界中で火山活動や地震が頻発しています。14時46分に起きた地震、46とは城、神からの忠告です。神の意志がどのような規模で発動されるかは分かりません。ただ火月神事には22日の夜には実地を見せるという言葉があります。日本は八百万の神の国です。山の神だけでなく、さまざまな神がこれから動き始めるのかもしれません。セオリツ姫をはじめとする祓いの神々がいよいよ動き始めるのか、日本にはびこるさまざまな罪や汚れを根の国、底の国に沈め、きれいに消してくださり、台南を湘南に、無難にしてくださることを願ってやみません。